ありがとう。ね、もう楽しみで待ちきれないか。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。あのサンタさんの存在みたいなのすごくやっぱリアルに感じられるので、何っていうか、なんかやっぱこの日をすごく楽しみにしてるっていう。特別な日になるなっていう感じがすごくなんかこう、あのなんていうんですか、やっぱ人と人とのやっぱつながりみたいな、そういうやっぱあったかいものすごく感じますし、やっぱりその子供がサンタさんとつながるだけじゃなくて、やっぱりこう親もすごくこうなんていうんですかね、やっぱりその一緒にクリスマスを楽しめたりとか感謝したいようなご気持ちになるかなっていうふうに思います。ジジやれ。ジジ？一生懸命歩く練習してるの全部見てるよ。だから来年ももっと自分で歩くことを練習やめないで頑張ってね。ずっと応援してるから。頑張れる。歩く練習頑張ろうね。初めてです。はい、自分はもともとお知り合いなんですけど、その彼女伝いで紹介したんです。私はあのボランティアがまずしたくて、でボランティア活動であのネット検索をした時にそのこのチャリティーを知って、それで感銘を受けまして参加したいなと思ったので誘ったんです。ここで1日で終わってしまうんではなくて、その届けたお子さんがサンタさんを信じられなくなった時に手紙が届くんですね。でそこでこういう活動だったんだよっていうことを教えながら、なんかその子たちにもそのこの活動を広めていくようなサンタさんみたいな人が増えていくっていうのが素敵だなと思って、終わってしまう、1回で終わってしまうものではない、続いていくものなのがすごい素敵だと思います。そうですね、私は続けたいと。自分もまあ続けたい。こういうのは1回きりで終わりにしてしまえばもうそれだけなんで、このまま続けていくことが大事だと思うんで、こういう活動っていうのは。それでみんなにつなげていって、みんなができるようになればなって思うんで、自分から続けていきたいなと思って。